はい、では始めていきます。アメリカスクール3件目ですね。スポーツ部の担当の中澤です。ではよろしくお願いします。はい、で3件目のテーマは、まあ、自宅で1畳のスペースで体脂肪を燃焼していくようなトレーニングというのをやっていくんですが、まあ、体脂肪を燃焼しやすい体にするためには姿勢がすごく大事になってきます。そこでちょっと簡単に座り方、やっぱり今自宅で在宅ワークとか増えたりしているので、座り方でだいぶ姿勢って変わってしまうんですよね。でそれを簡単にちょっとレクチャーというか、皆さんどうやって座ってるかっていうのをちょっとお聞きしながら、こういう風にやった方がいいですよっていうのをちょっとお伝えしていきますので、最初だけちょっとお話ししていきますね。で、例えばですね、こんな椅子があります。で、座りますよね。こう座った時にここでデスクワークをしますってなったら、この時にちょっと質問なんですけど、足、両足がどういう風になってるっていうイメージがあります。例えばつま先立ちになってるとか、両足がしっかりついてるとか、足を組んでるとか、普段の姿勢、なんとなくイメージつきますか？座ってるとき、まあ無意識なんであれですけど、なんとなくカフェでなんかデスクワークやったりとかするときとか、あ、そうですね、及川さん今座っていただいてる感じ、結構多いのが、これ座ったときに、だいたいこういうふうに足が、女性の方とか結構多いんですけど、こういうふうにつま先立ちになったりとか、あとは片方だけこうやって、片方左に乗っかってこのような形になって、左足だけ浮いてるとか、あとはこう足組んでたりするパターンですね。であと、及川さんの、ちょっと椅子がそうなんですけど、この状態で、膝よりも、かかとが後ろに来ちゃうパターンですね。こういうふうに座ってると、ふくらはぎがパンパンになるんですよ、全部のパターンが。これはなぜかというと、足をしっかりついて安定させるポイントっていうのがありまして、膝の真下にかかとを持ってきてあげる。で、両足がついてる状態を作ってあげないと、いくら座ってるときに、この状態でこうなってるのを腰に戻しても、足がつま先立ちしてたりとかすると、結局、ふくらはぎがパンパンになってるので、姿勢がなかなか安定しなくて、体に力が入っちゃって、肩が凝ったり、腰が痛くなったりしてしまうので、まず前提として、両足をしっかりつける。そうですね。で、膝の角度っていうのを意識して座ってあげるだけでも、体も楽に動くので、肩こりだったり、姿勢の予防になってきますので、そこを普段のデスクワークの時とかでも意識していただけるといいかなと思いますので、ちょっと意識的に取り組んでいただけるとと思います。ここまでで何か質問とかありますか？今話聞いた中で大丈夫ですか？足組んでます。足組んでます。今来た。どっち気に組むとかあります？どっちも組みます。どっちも組みます。あ、それだったらまだ悪くないんですけど、片方だけで組んじゃうと、よく女性とか気になる、その骨盤がずれるとか、左右に持ち上げ骨盤が合ってるとか言うじゃないですか。大体あれ、座ってる姿勢が主に良くないとか、あとは皆さんの場合施術したりするじゃないですか。で、僕もそのマッサージとかやってる時って、まっすぐ体を体重かけてるよりも、どっちかに体重かけたりするんで、結構そういう職業柄の、動かし方で体の歪みって出たりするので、だからその分、他の時に違うような動きをしてあげないと、結局なかなか体の、ズレっていうのは元に戻らなくて、っていう形になってしまうので、なんで普段の時でも今みたいに、とにかく足の裏をしっかり地面についていくことっていうのは非常に大事なので、
それだけでもちょっと意識していただけると体が脱力しやすくなるので、まあ、そのイメージでちょっと今日はやっていただけると思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ、今からちょっとトレーニングの方していきますので、そうですね、音声 OK です、ありがとうございます。で、最初にストレッチからやっていきますのでよろしくお願いします。ではですね、まず、右足を前に出しましょう。で、左、両手を前側にして、後ろに倒していって、ぐるっと上を向きます。はい、戻して、5回行きましょう。2はい、戻す。3はい、戻して。4はい、出していきましょう。5はい、OK。では手を、右手を上にして、このような形にします。このまま上に向けていて、指先を見ながら後ろに持っていきます。戻す。この時もしっかり足の裏をしっかりつけましょう。各選手ですね。いい。はい、戻す。3。もう一度。4。はい、ラスト。5。はい、OK。で、今度反対いきましょう。左足を前にして。で、前習いをします。このまま上に上げていって、指先を見ながら、いけるところまで上げていきます。で、ステーブルーと軽く取っていきましょう。はい、戻す。はい、2。はい、3。はい、4。はい、ラスト。5。上を向いて、あ、そうですね。はい、OK です。今度この左手を上にして、上に上げていきます。言っても、指先を見ていきましょう。1、はい、戻す。2、はい、戻す。3、バランスを崩さないように。はい、4、大きく円を描くような形ですね、指先で。はい、ラスト、5。はい、OK。では、次は、両手を伸ばして、手をついていきます。で、お尻を引いて、ぐーっと引いて、指先を見ます。頭を上げて、で、右に1歩ずつ、3歩ずつぐらいずれていきながら、いけるところに行ったらストップして、ちょっと呼吸します。鼻で吸って、口から吐いて、はい、OK。戻ります。1、1、1、戻って、1、1、1。はい、ぐーっとお尻引きましょう。はい、OK です。戻っていきましょう。で、ちょっと股関節周りもう少し伸ばしていきます。右足を前に出す。で、左足の膝を少し後ろに引きます。手がついちゃって大丈夫ですか？手ついて、こんな感じで、真後ろに膝を引きましょう。で、体を右手を、右足に乗せる、両手を乗せると、この付け根が伸びてくると思います。ここから、左手を、万歳、斜めに万歳して、こちらの手首を持つ。で、ぐーっと伸ばします。で、ちょっと倒して、はい、戻す。はい、もう一度倒して、はい、戻して、はい、ラスト、ブー。はい、OK です。で、そのままちょっとお尻を巻き込んで、こんな感じです。そう、膝を折ります。そうです。小田さん、そのまま前に、前に体重をかけましょう。そうです、そうです。
で左足を伸ばしてこの左足このままの状態で右足ここで左足倒します。こっちをこっちで外に畳みます。畳んで右足このままあそうです、お客さんそのまま倒れちゃってください。硬いですね。膝を曲げましょう。お客さん膝をやっていいですよ。このままこっちに倒す。あぐらをかく感じです。そうです。で、そのまま手をついて、そうです。で、こんな感じで、そうです、そうです。ちょっとあれしましょう。OK。そしたら。そしたら、ちょっと足開きます。こんな感じにしましょう。膝の上に肘を置いていただいて、つま先を上げる。1、2、4、頭上げて、6、7、8、9、はい、OK です。で、今度はこの状態で手を曲げる。あ、待って、膝を曲げてもいいので、手を地面につきます。で、このまま前に進んでいきます。1、で、いけるとこまでいったら戻る。1、そうですね。で、もう一度手で前に行って、前に行ったら足を今度持っていきましょう。1、はい、OK、ナイスです。で、ちょっと水入れましょう。はい。では、これからトレーニングをちょっとやっていきます。で、まあ、最後にちょっとこう追い込む系をするんですけども、ちょっとこういつも通りも、胸周り、お腹、で、下半身ちょっと刺激を今日は入れていきたいと思いますので、よろしくお願いします。OK、では、スタートは、いつも通り、腕立てやっていきます。で、手をついていただいて、まあ、このままの状態から、倒す感じ。で、膝を曲げて、そうですね。で、余裕がある方は膝を伸ばしても OK です。膝を伸ばしてやっても OK です。この状態。で、このまま胸を近づけて、で、起き上がる。そうです。いきますよ。レディーゴー。はい、ダウン。はい、アップ。1。いいですね。2、3、そう、下向かないように、4、そう、その位置で、はい、5、はい、待って、はい、6、はい、7、よいしょ、そう、8、9、はい、上半身だけで上がってもらいましょう、止まりましょう、5、OK! 素晴らしい。ナイスです。いいですね。で、次は、今日は開いてやります。手の、今この状態からやったので、1、2個分ぐらい開いて、手を外向きにします。このまま手をついて、同じようにやっていきましょう。そうです。いきますよ。この状態にして、レディー、はい、ダウン。はい、1、下向かないように、2、そう、アップ、はい、3、はい、4、はい、5、6、7、8、
はい、どうぞ。はい、オッケー。いいですね。オッケー。で、次はですね、ちょっと負荷をかけていきましょう。今度は胸もそうなんですけど、肩もちょっと使います。辛い人は、この肘をつけていただいて構いませんように、この状態で、頭を、頭を下げる。で、やってみましょう。まず膝立ちですね。で、このまま胸をつけるんじゃなくて、頭を斜めに起こします。で、グッと OK。そうです、そうです、そうです。あ、いいですね。そのまま行きましょう。3。そう。はい、4。いいですね。5。6。よいしょ。7。はい、8。よいしょ。頑張りましょう。ラスト。はい、オッケー。いいですね。まあ、今のはここの二の腕とこの三角筋でいって、まあ、腕のこの二の腕のたるみだったりとか、そういうところに効いていきます。この辺りですね。最初は胸だったんですけど、全体的によくやってきました。では次はお腹をやっていきましょう。お腹は今日は下腹部ちょっと刺激入れていきます。この状態で寝ていただいて足を伸ばす。で、このまま20度ほどダウン、膝を伸ばして、で、はい、戻す。1、はい、ダウン、ダウン、ダウン、ストップ。はい、戻す。2、はい、ダウン、ダウン、ダウン、はい、ストップ。はい、戻す。3、はい、ダウン、ダウン、ダウン、はい、ストップ。はい、戻す。腰を動かさないように、はい、ダウン、ダウン、ダウン、ストップ。はい、戻す。5。いいですね。ダウン、ダウン、ダウン、はい、ストップ。はい、戻す。6。はい、ダウン、ダウン、ダウン、ストップ。戻して、頑張りましょう。ダウン、ダウン、ダウン、ストップ。8。はい、ラスト、ダウン、ダウン、ダウン、はい、戻す。9。ラスト、ダウン、ダウン、ストップ。はい、戻して、OK。 いいですね。かっこしっかり刺激を入れてください。なかなかナイスな感じで、だいぶあれですね、あの、戸田さんも膝が曲がらずに伸びるようになってきてるんで、なかなかいい感じです。継続して、できてますね。OK。さあ、次はですね、この状態で、前回少しやった、ちょっと上げた状態でタッチ。で、かかとが、体に近いほど、これ、すごい楽になりますので、あと足を開けば楽になります。なので、ちょっとコントロールしながら、自分でいける範囲で、真横にスライド。こうではなくて、真横にスライドします。横にスライドしていきます。顔を上げてやっていきましょう。では行きましょう。レディー。はい、右にタッチ。そうです。お母さん、そうです。そうです。左。はい、右。はい、四、五、六、七、八、九、十。はい、もうちょっと。一、2、3、4、5、ラスト。 OK。 OK。 ちょっと水入れても OK です。水分補給は各自自由にお願いします。では次は、スクワットを少しやっていきましょう。
今日はちょっとお尻にも効かせていきます。頭の後ろで手を組みます。そして肩幅よりもワイドにちょっとだいぶ広めにスタンスを取ります。つま先は外に向けて、でこちら側に体重を、こっちに体重をかける、右足に体重をかける。この時に体も少しこっちに寄せて大丈夫です。そうすると右のお尻に来てれば OK で、はい、戻す、左、そうで、足の裏でしっかり踏ん張る、はい、戻す、右に、左足、こっちの足に体重かけないでくださいね。右に乗せる、そう、はい、戻す、はい、もう一度、し、そう、はい、戻す、外側の足に体重かける、5、そうです、そうです、いいですね、はい、戻す、はい、6、そうそう、上体ももうちょい倒しちゃっていいですよ、そうです、そうです、はい、戻す、はい、7、上半身の重心もこちらに、そう、わかさん、いいですね、はい、戻す、8、よいしょ、はい、ラスト、9、はい、もう一回、外に、真横に、はい、OK です。はい、では次ですね、ちょっとバランス含めてやっていきましょう。手を前にしていただいて、右足を上げます。左足で立って、体を骨盤から倒していって、後ろに伸ばして T を作ります。で、戻す、これで1回、ではもう一度いきます。2回目後ろに、そう、 T、 はい、いいですね、はい、後ろに、そうです、おー、いいですね、はい、 C、 おー、バランスはい、肩に力入れないように、5、体を固めない、ロー、ラスト、右の字、はい、戻します、OK、 ナイスです。この反対いきましょう。左足で、こっちで踏ん張ります。お尻でしっかり、足の膝から下、先ほどと座ってる時と一緒ですね、膝から下でコントロールしちゃうと体がもう固まってしまうので、動かしなくてもバランスが取れなくなります。なので足の裏しっかりつけて、踏み込みながら前に倒して、バランス、力はいらないですよ、そう、はい、戻す、1、はい、反対、2、あ、いいですね、アイアップ、はい、3、はい、戻す、4、はい、戻して、ラスト、はい、5、はい、OK、 戻しましょう、ナイスです、はい、OK、 これちょっと今日はバランスも入れつつ下半身を鍛えていくようなメニューを入れてきました。ではこれからちょっと最後脂肪燃焼系のトレーニングを入れていきますので、そうですね、空気をちょっと通りやすいようにして、まあこれは20秒動き続けて10秒休むという形で、これを計8セットやっていきましょう。はい、で20秒をご自身のペースでやるのではなくて、そのペースよりもちょっと 1% でも頑張って上げていっていただいて、積み重ねていくような形でやりきっていきましょう。お願いします。はい、では今日は2つやってみます。上半身と下半身で分けます。1つは腕振りですね、腕振りが1、次がですね
パッと漫才パターン、ダウンアップ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 ダウン、これを繰り返します。これを、ハムハムでやります。 OK ですか？OK、 では頑張っていきましょう。で、弾き方はまず両手ついてお尻を引きます。で、骨盤を立たせます。で、これがデフォルトの状態で、ここは体は前に倒したりしないように、後ろに行ったりしないようにして、この状態のまま手を曲げて、ここは握りすぎないようにして、この状態から肘を引く、こういう感じですね、後ろに。ここからこうじゃなくて、多少前に行ってもいいですけど、後ろがメインです。後ろはで、振り子みたいな形で後ろにやれば前に勝手に行くんで、そうです。で、こうやって体が丸くならないように気をつけましょう。胸を上に向けるイメージですね。そうです、そうです。 OK、 では行きましょう。では準備しましょう。5秒前から行きます。5秒前、4、はい、踏みましょう。ゴー、はい、ゴー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 、頭に手を置いて、ダウン、アップ、ふん、ふん、ふん、下ろして、上げる、下ろして、上げる、下ろして、ダウン、アップ、ふん、ふん、親指の方に体重かけすぎない、ふん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 、はい、オッケー。はい、じゃあ次、また長打して、手をついて、いきましょう、振ります。あ、ゴー、ゴー、ゴー、いいぜ、二人もいいぜ、おー、ゴ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 ー、はい、オッケー。で、まずい、アイダウン、うん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 、オーケー、ナイス。では、折り返しまで歩きたい、行きましょう。あ、上ですね、これ。はい、行きましょう。ゴー。はい、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 じゃあ、戻して、はい、ダウン、はい、ダウンして、ダウンして、アップ、ゴー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 、はい、下向かない、はい、ゴーつけ、諦めない、続けて、ゴーで、ゴー、オッケー。さあ、ラストスーパー行きましょう。はい、ゴー、ふっ、ふっ、あれ、これなんじゃないですよ。はい、ふっ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 、ありがとう、万歳、ゴー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 
頑張らんよ。前見て。前に行こう。パートナー4度失います。OK。はい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 、OK。よし。はい、お疲れ様でした。ナイスライです。OK。で、この後、一回ちょっとストレッチしていきます。そして、ちょっとお話していきますので、まずはクールダウンしていきましょう。OK。で、結構ものの前、手がありましたので、最初にものの前からストレッチします。横向きで寝ます。見ていただいて、両膝を曲げます。で、足を後ろに曲げます。膝を後ろに持ってって、右手で足首持って、で、膝を後ろに引きます。そうすると、ももの前を伸びます。この手をぐっと引っ張るのではなくて、膝を後ろに引く。はい、OK。 今度反対に行きましょう。ももの前ですね、しっかりと回していきます。この辺に寝て、で、両膝をまず曲げます。で、後ろに膝を引きましょう。で、左に持って足首を、膝を後ろに引きます。腰が反らないように気をつけましょう。はい、OK。 で、次は右足を伸ばして左足を乗っける。で、右のかかとをお尻に近づけます。で、この状態から左手を間に入れていただいて、で、右手も持っていただいて寝ちゃいます。寝ていただいて、膝の方向にぐーっと足を持ってきます。そうするとお尻が伸びると思います。はい、OK です。反対ですね。まだ右足乗っけて、左のかかとをお尻に近づける。そうです。で、間から手を通して、で、寝ていただいて、こちらの足を楽にしましょう。で、右のお尻を伸ばします。はい、OK。 では次はまたこのようにかけていただきます。そうです。で、このまま足を倒す。そうです。で、倒したら右手で肘を引っ掛けて、そうです。こっちはこっちですね。そう。で、反対側を向きます。ぐーっと。すごい。そうです。で、呼吸止めないように。で、こちらの手の方を見ます。ぐーっと。そうです、そうです、そうです。はい、OK です。今度は反対側行きましょう。この状態にして、こういう感じですね。で、足をついて、ついて、左手を持ってきて、ロックします。そして、右手での方をぐーっと見ていきましょう。合ってます、合ってます、合ってます。はい、ではちょっとこちら詰まっていただいて、ミート解除していただいて、お疲れ様でした。まだ呼吸があれですね。とりあえず出し切ったっていう形ですね。素晴らしいです。で、久保さんと
及川さんの共通するところがありまして、お尻がすごい硬い。先ほど、このこっちに折るストレッチですね、こういう感じで、はい、ここをお尻伸ばすんですけど、これが結構硬かったので、さっきの足伸ばしてこのような形で伸ばすストレッチとかをお風呂上がりとかでやってあげると、徐々に徐々に柔らかくなってくるので、こういう時はあのゆっくり伸ばしてあげてストレッチしてあげると、あのお尻が硬くなると、あの二次的にあの座骨神経痛だったりとか、まあ、そこから神経性の痛みになるヘルニアだったりとかっていう形に、まあ、なりやすくなってしまうので、まあ、そこのケアはちょっと怠らず、まあ、お尻のストレッチだけでもやっていただけるといいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、でこちらの動画はまた YouTube にアップさせていただきますので、ここでちょっとご自身の、まあ、動きだったり、その硬い部分でちょっと確認していきながら、ある意味日記みたいになってくるので、まあ、そこで、なんか、もうちょっとやらなくしたいんですけど、みたいなあのコメントとかでも、なんかわかんないことありましたら、いつでも言っていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。この土日も開催してきますので、はい、お時間ありましたら、ぜひ、参加お待ちします。ありがとうございます。小田さんと、梅さんと、小田さん、ありがとうございます。